これはそろそろ4区入れなきゃいけないかな。おっとっとっと、滑った滑った。はい、おはようございます。今私は志賀高原に来てます。タイヤのスリップと戦いながら、あるものをこれですね、現地に運んでおります。間に合ってくれればいいが、やっぱり志賀高原は雪でした。はい、着きました。ホテルジャパン志賀です。さあ、ジャパンのトラクターじゃなかった除雪機を下ろします。いや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 、チョークでかかります。はい、ちなみにですけど F1 って書いてあるんですけど、これ FI です。フィールインジェクション、燃料噴射ポンプのついたガソリンエンジンですね。ちょっと行きますよ。新しい装置なんですね、はい、これ自体は今までもついてたと思うんですけど、はい、これがこの上がり下がり高さっていうのを自分で設定したところに覚えててくれるっていうのがこのオーガーアシストっていう装置です。これを入れます。あとバックに入れるとこう入れてたのがバックすると上がります。これがオーガーリフトですね。あとエンジンの回転によってその飛ばしたければこっちが、これ普通。ここ設定していただいた状況で、でこれが大賀のボタンです。これ戻る。で回転もこれもハモみんな止まりますから。だから常にこの上下左右の位置を一番最適なところに保ってくれるんですよ。それが楽なんで。ああ、これ全部自動なんだ。自動なんです。トラクターの自動水平みたいなのに似てるんだけど。で今度F1 っていうか。フィエルインジェクションって FI って書いてあるんだけど、はいはい、マイナス25度になってもエンジンかかるから。あ、前ディーゼルじゃないとかかなかったんだけど、はいはいはい、今度はエンジンかかるんです。いや、寒いところに乗るけど温度が高い。そうそうそう、今かなりの急斜面を登ってってるんだけど、この大賀の位置を自動で下げよう下げようとこうならないようにしてくれてます。って出てたら速さがちょっと今速すぎますよって。そう、よかったですね、間に合って年内